はいどうも、日本系男子のルイです。今日はちょっともう準備されたトウモロコシも食べる、できたトウモロコシを見せしたいんです。ポートノボにいた時、トウモロコシを私たちにあげたんで、焼いたんで、今日は見せしますんで最後まで見てください。はい、今日紹介したいトウモロコシはこれです。ちょっとね、はい、これです。いや、いただきます。これちょっと硬い鶏でもよくできたんで、ちょっと塩の味がするんです。だって水の中に塩入れたで、ちょっとね塩で、うん、これめっちゃいい、うん、でも、うん、すごく硬いんじゃない、ちょっとだけ硬い。これを蜂蜜と一緒に食べる人がいるんです。でも私はこれだけが大好きです。ベナンではこれめっちゃ、人気な食べ物で、私の家の隣はこれ売ってる人があるんですよ。不思議な人もいるんです。でも水と一緒にやる人もあるんです。でも私はこれが水と一緒にはが大好きです。prepare with the 水がいいです。すごくいいです。それで子供だけが食べるんじゃないんで、大きい人も子供も食べるんです。最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。ベナンに来たら食べましょう。ポートノボに行って買って、私の家でやって食べましょう。バイナラー。